ゆいたろニュースチャンネルです。今回はですね、漫画に関する話題、タッチですとか、ラフですとか、そういったものを書いた足立みつる先生と、そのお兄さんですね、そのお兄さんに関する、足立兄弟に関するこう漫画の連載が始まったよという記事と、関連性と合わせて紹介していきますので、よろしくお願いいたします。はい。まず最初の記事はこちら、徳島新聞からですね、足立みつる氏の兄に書いた足立兄弟実録漫画、連載開始、作者は関係が深いレンちゃんパパ有馬武史氏とありますね。はい、では記事を読んでいきます。タッチなどで知られる人気漫画が足立みつる氏と兄つともを描いた、これつとも氏ではないでしょうけど、描いた足立兄弟の実録漫画、足立つとも物語、足立みつるを漫画家にした男、が、漫画アプリサンデーウェブに月1連載でスタートした。バカ兄貴をしながらですね、同作は1970年代初頭の漫画界の黄金期を舞台に、18歳の足立みつる、22歳の足立つとも、16歳の有馬武史、まだ何者でもなかった漫画少年3人の、青春群像劇を描くストーリー。なるほど。小学館によると、前代未聞の実力漫画家青春物語と説明している。書くのは今年5月に SNS 上で大きな話題を呼んだ、パチンコも断罪した漫画、レンちゃんパパの作者有馬武史氏。主人公の男子前姿などを描くと、クズすぎる、胸くそ悪いなどと大きな反響となっていた。さらに、足立みつる氏の兄、足立智氏の下でアシスタントをして、足立みつる氏と3人で同じ部屋で漫画を描いた過去があるなど、関係性が深いことが一部報道で明らかに注目となり、注目を浴びた。また、今回の連載を記念して、兄智氏が、弟のみつる氏との思い出を笑いと涙、嫉妬の情け、で描いた漫画、実力足立みつる物語のデジタル版が同アプリで配信されたとありますね。はい。これ、徳島新聞に掲載されたんですが、もともとは離婚の記事で、掲載されたものが徳島新聞に転載されたということですね。はい。こちらですね、Yahoo ニュースでもと掲載されまして、もともと離婚ですね。はい。コメント4件をされていましたので、合わせて紹介していきます。はい。最初のコメントはこちら、学研の雑誌でプロ野球パロディ漫画を連載されていた作家の方ですね。これ有馬武史さんのことでしょうね。はい。以前、レンちゃんパパの記事に出てきて懐かしく思い出しました。ネットなどで、あまたの書き手が作品を公開する現在から思えば、絵はすごくうまかったのですが、ご自身は脚光を浴びることなく、すまないのことも記事で触れられていて、興味深く思っていました。あの当時の業界のエピソードなどもタブーに触れない程度に盛り込まれていたら面白そうですね。読んでみたいと思います。次はこちらですね。お兄さんの足立智さんは赤塚不二夫のアシスタントとして活躍され、才能高く評価されたら、それなのに足立みつる先生の才能を見抜き、廃業してプロダクションの社長に収まってしまった。あ、そうなんですね。はい。その影響は大きく、自身が映画を描けたから才能を見抜くこともできて、アシスタントの採用も問題として、そこで採用した女性アシスタントのうちに足立みつる先生の奥さんになるんだよな。そうなんですね。はい。足立みつる先生がカツを連載されていた時に、智さんが亡くなられてから急激に執筆も遅くなったけど、内容も主人公の実の父親だと思っていた人が、養父で実父は亡くなっているという設定が、その精神を扱うだけに苦しめるなど影響が出てしまった。そもそもそれぐらい大きな存在だった人ですね。はい。それこそ40年ぐらい前、小学から中学時代、学研の学習とか中学コースと雑誌を読んでたんだけど、その中で足立みつるの逆漫画があった。売れっ子の弟に対する自虐的な内容だったが、なぜか今思い出した。そこまで面白くなかったようなと言われますね。はい。最後こちらですね。足立みつる先生のお兄さん、大変に破天荒になった人物だったと言いますね。しかし、足立先生のおっしゃることが本当なら、お兄さんがいなければ先生は漫画家になっていなかったという面白い運命ですね、という感じで、コメント掲載されています。はい。まずですね、ですね、こちらですね、サンデーブリのサイトで、こんな感じで、足立みつる物語、足立つとも物語、足立みつるを漫画にした男ということで、この連載始まりました。でこちらが主人公の足立つとも先生ですね。でこちらが、弟であり、タッチなどを書かれた足立みつる先生。でこちらが作者の、こちらです。こちら、有馬武史さんですね。これが有馬武史さん。作者兼、主人、登場人物の一人ということで、描かれています。こんな感じですね。はい。第1話、銀星ジャンプという形での公開が9月12日に公開されました。はい。基本的にはこのアプリからとなっていますので、ホームページからでも一部読めるんですけど、アプリをダウンロードした方がいいと思います。はい。で月刊誌ですね、記事中にはそれで月1連載ですね、今回9月12日、また来月10月、11月という形で1話ずつ掲載されていくんだと思います。はい。こんな感じですね。これで1970年代初頭、漫画の黄金期、その前夜、足立みつる18歳、足立智22歳、有馬武史16歳、まだ何者でもなかった漫画少年3人の破天荒な共同生活が今始まろうとしていた。
足立光の漫画家にした男、実景足立光を中心に漫画に人生をかけた大人たちの青春群像を生きるレンちゃんパパの有馬武史が描く前代未聞の自力漫画家青春物語とありますね。こんな感じなんです。でちょっと読んでみたいでしょう。なかなか面白い出だしになってましたね。はい、ぜひこれ読んでほしいと思います。はい、ですね、作者のこの有馬武史さんに関しましては、以前こういう形でですね、ネトラボの方にインタビューが掲載されていました。で、そこで記事中にもありました通りですね、足立光先生、その先生のアシスタントになっていたりですとか、そこに足立光先生がいたことなども紹介されています。こんな感じですね。で、ちょっと読んでいきますと、最初このレンちゃんパパという、ネット上で、なんていうか、この、主人公のデタラメさが話題になった漫画は、話題になりまして、そこからこう作者の方に中心が、焦点が当たります。こちらですね。で、ここですね、これです。はい。すでに亡くなっていますが、その当時、足立智さんという漫画家がいて、その人が僕が描きたい絵柄で、住所も近かったんです。それで仕事の合間に描いた絵を原稿を送りつけていたら、遊びに来ればって言われて、真に受けて訪ねていたんです。16くらいの時です。で、この足立智さんというのは、足立光のお兄さんなんです。足立光さんのお兄さんなんですよって感じですね。で、これですね。これですね、はい。最初は訪ねていても、なかなかノックできなくて、うろうろして、やっとノックしたらガラッと戸が開いて、みつる先生だと思って、有馬です。で、自己紹介したら、兄貴お客さんだよって言われて、それがみつるさんだったんですよ。で、この後の展開はですね、この先ほどの3年後のこの第1話に掲載、漫画にされています。ちょうどその絵が1話になっていますので、読んでみてほしいと思いますね。はい。で、アシスタントになったところですが、そういったものが掲載されていまして、それですね、まあ、一旦これ、ちょっと離れちゃったんですけど、その後にこの、古谷光俊先生のところに行ったことなどを、これに載ってますね。はい。で、パパチンコですが、そういったことも、掲載されていまして、ここですね。で、そのレンちゃんパパのモデルが、この足立勉先生だったということも書いてあって、で、こんな感じになってます。こんな感じですね。まあ、これで、古谷先生のことですとか、そういったところのこともインタビューの方が描かれていまして、はい、でこれですね。で、最後にこんな感じに、レンちゃんパパのような話になりましたけど、これですね。はい、で3ページ目ですね。こちらの方が最後のページになるんですけれども、ここですね。はい、まあ、最後にこういうふうにずっといきまして、まあ、テーマについて触れられていますね。これですね、はい、次回作は実力足立勉物語のクエスチョンがついてますけれども、ここですね、はい、もう少し、ま、その他の作品などにも触れられているんですけれども、こんな感じですね。はい、これですね、実はここ2年ほど体調も考慮して漫画としては活動していない、ね、いないんです。ただ勉さんのことは漫画にしたいと思ってネームを進めています。今書くと本当に書きたいのはこの勉さんのネタなんですよ。だから光さんに書いていいって聞いたら、まあ有馬だったらいいだろうってということですね。つまりそのこのインタビューの時点でネームを進めていた。おそらくじゃあこの小学校の頃から3年上に載せますよっていうのがもうこの時点で話が進んでいたんでしょうか、それともこのインタビューがあってから話を進めたんでしょうか。ちょっとその辺はっきりしないんですけれども、まあ、とりあえずは進めて、ただみつるさんに書いていいっていうふうにありましたので、どうなんでしょうね。その辺もちょっと話 の展開の前後はっきりしたいんですけど、まあ、このインタビューの時点ではこうメールが進んでいて、足立みつる先生にもこう了解を得ていたということはここに明らかになっています。まあ、こちらですね。でただこれですね、みつるさんの漫画絶対に面白いと思います、そちらも読める日が来るのを楽しみにしておりますという締めになっていますの でネームは書いていた、みつる先生の了解も得ていた。ただサンデーブルーで掲載のは決まっていたんでしょうか。ちょっとその辺がはっきりしないんですけれども、まあ、このインタビューの方もなかなか面白いことが書かれています。はい、こんな感じですね。はい、で今回紹介しましたこの記事ですとか、こちらですね、サンデーブルーですとかこちらのネトラボなどの記事のページは概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ興味のある方、この読んでみてほしいと思います。でこちらのサンデーブルーのですね、そちらのパソコンからも読みますけれども、一応全話用にアプリはダウンロードになりますので、まあ、アプリの方で読んでいただければというふうに思います。はい、今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しみ話題皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回はこれまでです。ありがとうございました。